ども、マニラに着いてからもう6時間ぐらい経ったんですけども、フリー Wi-Fi のフリーSIMの設定に失敗して何にもできません。かろうじてツイッターで文字だけ送れるようになったんで、一応弟とは連絡取れるようになったんですけども、ちょっといろいろと予定が狂ってしまいました。あとですね、17時間変なラウンジに閉じ込められてます。しんどいですね。はい、じゃあまた失礼します。ちょっとちゃんとやっぱりスマホの設定はちゃんとしてた方がいいですね。はい、失礼します。